はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーターですけど、豚プロジェクトのね第2段階として、まあこちらのね天才の畑作りましたよね。なので今回はねこの大量のね天才をね収穫していきたいと思います。でもちろんねこの畑をね普通に収穫してると多分ねえげつないぐらい時間かかるんですけどね、ここはねちゃんとしたモッドを使用してね収穫していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね今回使用する収穫機はねこの2台です。最初にねこちらの右側の方のやつ、このシルバーっぽいやつはこの間ねストックしてあるモッドっつって紹介したやつですね。天才収穫機ですね。でヘッダーもね天才用の収穫になってます。でこちらの真っ白なやつ、これもねやっぱり天才の収穫機になってます。なのでこのチートのね天才収穫機をね2台使用していきたいと思いますね。はい、まずね最初にじゃあこっちからですかね。これもねえげつない速度でね枯れるんですけどね、まあ天才のね収穫機の弱点って言ったらねスピードも10キロっていう、ノーマルだとねスピードも10キロっていうのもあるんですけど、何よりもね速度が10キロっていう弱点があるとともに、この枯れる幅もねこの幅しかない。なのでえげつない時間かかるんですよ。でさらに言うと収穫量もえげつないんですよね。なのですぐ満タンになってしまうし、遅いし幅もねえつうことで、普通にやるとねとてつもなく時間かかるんですけど、まあここはねこの超高速ねモッド収穫機なんで、その直線距離が長ければ長いほどね時間を稼いでくれますね。なのでどの時間が一番かかるって言ったら、この U ターンする時間がね一番かかるんですよね。この位置調整がねすげえ時間かかるんですよ。はい、まあこんな感じでねグイグイグイっとやってるわけですよ。だけどほらこの勢いで枯れますからね。はい、ってことでねじゃあ反対側もやっていきましょうね。はい、こっちの方です。こっちもね収穫していきましょうね。こっちはねもうキランキランですよね。あ、T-Rex あそこに置きっぱなしだったんですね。まあいいや。こっちの方はね結構ねなんつうんですか、直線が長いんでね勢いよく行ってくれそうですよね。あれ動かないね。あ、まだか、展開中だったんですね。意外とね展開に時間かかっておりますね。速度の方は43キロで収穫しておりますえげつない速度ですね。限界いっぱいいっぱいです。あ、ちょっとね邪魔になりそうなんでこれ動かしておきますか。天才なんでねとりあえず白い感じでねまとめてみました。でさっきちらっと見えたんでねこちらの方も紹介しておきましょう。はい、今回のね荷物回収のやつはねこちらですねマントラの、これモッドで追加したトラクターなんですけど、でそれプラス荷台の方もねこれモッドの荷台なんですけど、それをね10連でつないでるダブルストラックですね。はい、これ1個でね25万リットル入ります。なのでこれ2つでね50万リットル収穫可能ってところですね。まあえげつないですよ、さすがにね。だからこの2つがあればね、いくらこの畑でも多分対応できるでしょうと思ってやったんですけどね、足りるかどうかですよね。いや足りないな、これそんなに中身入らないですね。こっちの収穫機の方はこっちはほら余裕たっぷりですからね、まだ 14% ですから。
てか早速今何キロ出てた、こっち。あれ色合いはいいけどね、あれもやっぱりこっちとこっちにねやり替えときましょうか。で内装はこんな感じですね。やっぱり向こうと同じですかね、基本的にはベースのデザインがね同じようなデザイン使ってると思うんでね。ここのモニターも上側のモニターはね多分このカッターあたりの情報だと思うんですけどね、下のモニターはなんかこう俯瞰で見てる感じですよね。お、トップスピードは45キロですね。俯瞰で見てるってね、メルセデスのなんか全周囲モニターみたいな感じですよね、見た目が。最近のねメルセデス以外の車でもあんのかな、ああいうなんか全周囲モニターみたいなのついてますよね、最近のやつは。やっぱりほら同じですね。あ、満タンになりましたね。てか早いだろ、ほんと満タンになるの。結構ねちょこ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 出動する羽目になりそうですよね。あっちの方はねえげつないぐらいの量入るみたいですけどね。これはだから本当に荷物が出てきたらねご退場願う感じでしょうね。まあモッドなんでねえらい勢いでやっぱ入りますけどね、43万3000しか入んないですね。あれ本当これ25万入るよな、入らないのもしかして。あ、ダメだな、改造してきます。ちょっとね荷物だけ上げてちょっと改造してきましょう。結構量入んないかもしれないんでね、これさすがに切り離さないとやっぱりダンプアップできないよな。はい、荷下ろし開始です。どこから出てんだって話ですけどね。ケツ蓋突き破ってるだろってね。あー、もういっぱいになるのか、早く改造行かないとね。あっちの方が早そうだね、改造行くの。あとでね時間に余裕ができたらねこっちのじゃがいも畑もやりましょう。こっちのじゃがいも畑の方がでかいね、天才より間違いなく。はい、カスタマイズでね横に差し板みたいなのが入ってね、とりあえずこの分はかさ増しされてますけど、ほんとねこの見た目で言うとそんなかさ増しされてねえだろって言いたいんですけどね。はい、これで3つ装着ですね。ほんとダブルスとドリーなんでね、だいぶ無茶なこともできますよね。はい、これでね容量はかさ増しされたんでね、チート級のね25万ぐらいは入りそうですね。だからこれで50万仕様です、本当に。ただ引っ張れるかどうかなんですよね。重さがダイレクトに来るんだったらとてつもねえ重量になると思うんで、絶対その場合はねこのトラクターの方がね引っ張れなくなると思うんですよね。まあ、そもそもねこのトレーラーの状態でね60キロ走ってることが結構おっかねえんじゃねえのと思いますけどね。長さ自体がね普通のダブルスより絶対長いですから。ほらさっきのねあの量があったんでねこんな感じですよね。こっちはねもう10万リットル超えてますね。ただほんと U ターンに時間かかりますよね。でとりあえず豚のね餌の状況ですけど、200、200に対して100ですからね。で350ができる。まあ効率いいのか悪いのかどうだかって感じだけど、3つの作物でできるっていうのはいいですよね。普通の豚の餌ね4種を自分で適当に調合しなくちゃいけないですからね。でかつねショップで豚の餌を買おうもんならその分解するのにえらい時間かかるから、ダイレクトで豚の餌をね作れるっていうのはねそれはそれでいいことですよね。でとりあえずね一応もう豚買っときましょう。60頭なんかすごいね。
豚がめり込んでるし土の中に生き埋めにされてんじゃねえかよ。はい、こっちはブチですね。ブチベントハイムつって、ちょっとねこの周りちょっと整えてやんないとね納品できなそうですね。あれ、もしかしてまだいっぱいになってないよね。大丈夫だよね。あ、でももういっぱいなのか。とりあえずね、あれがいっぱいになってからにしましょうね。でももうなんだかんだで終わっちゃいそうですよね。早い早い。あれ2台だったらもっと余裕でしょうね。